こんにちは、フォレストネットの島貫です。本日はこちらのコンテンツをご紹介します。教室内の掲示物、皆さんはどのようなものを掲示していますか？今回は授業とリンクした掲示を作っている先生のご投稿を見ていきましょう。授業とリンクした掲示というと、学校内で統一された学習スキルや対話スキルを掲示している先生もいらっしゃるかもしれません。ですが、こちらの掲示は子どもたち自身から出てきた学びの言葉だそうです。投稿者の先生は子どもと共にスキルや文化を作っていくことを大切にされています。与えられたものだけではなく、授業の中で見えた子どもたちのいい姿から学びを深める言葉を取り上げ、このように共有しています。考えを深める言葉や、わからないことを追求する言葉の数々に混ざり、中には前の学習を生かすなど思わずクスッとしてしまう表現も。ポイントは、授業の中で良い姿を勝ち付け、その時の当事者や周りの子どもたちの気持ちを問い、こういうスキルや言葉を使えるようになると自分たちの学びがレベルアップできそうだねと思いを共有すること。そうして短冊の掲示をすると、子どもたち自身がスキルや文化を作っていくという意識を持つことができます。投稿者の先生は実際にこのように短冊にした言葉たちを使って、板書や授業の中でもこれらの言葉を活用しているそうです。いかがだったでしょうか？今回ご紹介したコンテンツの URL は概要欄に掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回のフォレストネットでお会いしましょう。